はい、コナンです。白猫テニスやっていきたいと思います。正直に言います、下手ですね。まずチャンスボールをロブで打ち返すのはおかしいです。確かにそうだよね。チャンスボールは上手に打ち返すとスマッシュになるんで、それができると有効だと思います。個人的にはサーブタイプを使っているやつと会った時、一人いないぐらい弱いと思っています。なるほどね。さあ、今回はそのサーブタイプのオーガ、そしてスピードタイプのメア、そのあたりをねメインに使ってやっていきたいと思います。あとね、スピードタイプのザックもね使っていきます。この3人の選手使っていきます。さあ、まずはサーブタイプのオーガ。結構ね、僕はね結構オーガ好きなんだよね。うまく得意属性のこのコートが条件に合っていれば、結構ねオーガもいい仕事をしてくれるんじゃないかと思っています。さあ、今ザックに変わりました。おっと、これはいいんですね。うまくロブで突かれてしまいました。なかなか難しい。今回使っている選手、ちょっと小さい画面ですけども、画面の中央に出しておきます。さあ、打ち返す。スライスで打ち返します。さあ、これもスライスで、スライスの時の方がね若干ストロークが、ストロークエリアが広くなるんでね、打ち返しやすいですね。おっと、これはいいんですね。さあ、打ち返す。ロブで、さあ、また相手もロブで、おっと、うまくついてきやがった。やばいね、いきなりもう3点取られました。さあ、サービスなのでオーガに変えます。オーガのフラットサーブでサービスエース狙っていきます。おっと、チャンスボール、スマッシュ返せるかちょっと厳しい。さあ、ロブでついてきた。相手も結構ロブをたくさん打ってきますね。さあ、もう一回オーガのフラットサーブ、どうだ、決まるか。おっと、チャンスボール、どうだ、スマッシュ、これは取れない。来ました、1点。ここから追い上げていきたいと思います。やっぱりオーガのサーブは結構強力なんで、相手もなかなか打ち返すのに戸惑っているという感じはしますよね。さあ、打ち返す。おっと、左右に振ってくるね。さあ、前に出て、どうだ、打ち返して、おっとミスりましたね。何でしょうか。さあ、行きます。やばいね、マッチポイント、打ち返す。さあ、もう少しでスーパーショット溜まりそうだ。溜まりましたね。使いましょうか、ザックのスーパーショット。これないと 3-4 です。結構いい感じで追い上げてきました。さあ、サービスはオーガ、行きましょう。フラットサーブ、厳しいところをついていきたいと思います。どうだ、おっと、取れない。サービスエース。さあ、デュースです。さあ、もう一回オーガのサービス、どうだ、これは取れないと、アドバンテージ。結構いけますねオーガ。さあ、レシーブです。ザックに変わりました。さあ、スライスで、どうだ、相手はもうスタミナありませんね。おっと、スーパーショット打ってきた。さあ、相手のスタミナをすべて吸い取っていきたいと思います。おっと、打ち返してくる。これはいいんですかね、ちょっと微妙でしたね。さあ、相手はもうスタミナが全くない。左右に振っていきましょう。打ち返してくる。こっちもない。あー、ダメだダメだ。最後両者スタミナ切れで、さあ、またしてもデュース。レシーブ、ここはメアに頑張ってもらいたいと思います。スピードタイプ、やっぱスピードタイプはね結構際どいところでも追いついちゃうのでいいですよね。どうだ、結構スピードタイプはね最近の補正で若干見直されてきていますね。ついてくるが、これは返します。スタミナ的にはもう相手はないので、始めるか。
変えてきましたね。さあオーガのフラットサーブで決めちゃいましょう。どうだ、チャンスボール、近いスマッシュ、若干タイミング遅かったけど決まりましたね。なんとか逆転して勝つことができました。さあタワーどんどん登っていきたいと思います。100回を目指していきます。今46回です。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。